大友龍太郎は山口県出身の俳優。本名は中富正蔵。新国劇出身。戦後の東映時代劇映画で数多く主演を務めた剣豪スター。晩年はテレビの現代劇でも活躍した。父親は山口県柱島現岩国市出身、母親は広島県能美島現江田島市の出身で、大友は母親の実家に近い広島市中の棚現在の同志中区立町付近で生まれ、父親は出生届を柱島で出した。生後間もなく柱島で育ち、小学校3年から5年までは山口県八代島、周防大島、現道県大島郡で育った。1935年、昭和10年、松山中学、現、愛媛県立松山東高等学校、卒業後、大阪へ出て新国劇に入り、辰巳龍太郎に師事。同じ松山中学出身の映画監督伊藤大輔から、大輔の名を譲り受け、中富大輔の芸名で初舞台を踏み、1936年、昭和11年、新興キネマ京都撮影所に招かれ、山本周五郎原作の青空浪士の主演で華々しく映画界にデビュー。この時、師の辰巳龍太郎から、龍太郎の名を譲り受け芸名を大友龍太郎とした。大友の名字は、龍太郎の名前に合うもので語呂がいいものとして新興キネマの重役が決めたものである。1937年、昭和12年、佐賀怪病伝に主演、映画は大ヒットとなり、一躍スター俳優の仲間入りを果たす。1942年、昭和17年、各社合併で大英教頭撮影所所属となり、大英創立第1回オールスター超大作、維新の曲に坂本龍馬の暗殺者である佐々木忠三郎役で出演する。1943年、昭和18年、太平洋戦争に伴い召集を受け、満州方面を転戦する。1946年、昭和21年、敗戦に伴い復員するが、GHQ が発布した、剣劇映画禁止令により、活躍の場を奪われ、すぐには時代劇映画スターに返り咲くことができなかった。この時期、嵐寛寿郎や片岡千恵蔵ら大御所も、同様に時代劇での仕事の場を奪われ、現代劇に活路を求める状況であった。1947年、昭和22年、チャンバラ場面のない、天下のご意見番を意見する男、の主演で戦後映画界に復帰するも、同年と翌年を含めた出演作は都市4本に止まり、合間を地方巡業での芝居小屋出演などで生計を立てる不遇な時期が続いた。1950年、昭和25年、GHQ の禁止令解除に伴い、剣劇映画の世界へ戻る。同時に大友龍太郎の、老を、老に変え、大友龍太郎に改名。その背景として、戦後なかなか主役の座に返り咲けず低迷し、これでは師匠、辰巳龍太郎の名を名乗るのはおこがましいと考えたからという。同年、片岡千恵蔵主演作の日本 G メンや入れ墨判断に出演。この時期からしばらくの間東横映画での助演を多くこなした。1953年、昭和28年、東映京都撮影所制作、山田五十鈴共演の加賀騒動、佐伯清監督は、当時新聞連載の人気小説を原作としたこともあり、その重厚な作風とも相まって大友の演技にも注目が集まった。同年、主演した怪傑黒ずきんが大ヒット。黒ずきん役者として子供たちの人気の的となり、1954年、昭和29年からの新諸国物語笛吹き童子シリーズでは霧の小次郎役でさらに人気を博した。以後もヒット作に恵まれ、戦後の時代劇映画観客動員でトップを走る東映時代劇スターの一角を担うまでになる。剣劇俳優として最も重要な殺人の鮮やかさは誰もが認めるところで、また乗馬技術があり、当時片岡千恵蔵、市川右太衛門の両音隊、中村金之助、東千代之助
大川橋蔵のサンバガラスよりも稼ぎ頭だと囁かれたほどの人気ぶりだった。1957年、昭和32年4月に日本で初となるシネマスコープ作品として公開された往生の花嫁、松田貞嗣監督に主演。ユーモラスな演技で大成功を収めるなど、柔軟な役どころで戦前の新興キネマ、大英映画時代の自身をしのぐスターの地位を獲得。戦前からのスター俳優の多くが、戦後は脇に回るケースが多い中で、特筆に値すると評される。6月に、仇討ち騒然寺婆、牧野真宏監督、公開。同作は翌年京都市民賞でトップとなり、大友は男優賞を受賞。1958年、昭和33年、仇討ち騒然寺婆、1957年、牧野真宏監督での演技により京都映画祭主演男優賞を受賞。同年、シネマスコープ、東映スコープ、公開1周年記念として制作された、丹下左膳、シリーズでの丹下左膳役、翌1959年、昭和34年、推理物の時代劇、右門取物帳、シリーズ第1作、片目の狼、での六つ竜門役を演じ、当たり役とし、解決黒ずきん役と合わせて3つのヒットシリーズを持つ時代劇の大スターとして活躍。しかし、1960年代半ばに東映が時代劇映画の制作を休止したため、主にテレビ時代劇に活動の場を移す。主演作に、侍美脚、1971年、レギュラー出演作に赤穂浪士奥田孫太夫を演じた、阿弥陀佐十兵衛、1974年、水戸家家老山野辺兵庫を演じた、水戸黄門、などあるが、すでに老齢に達しており、ゲスト出演が主となっていた。新国劇などの舞台にも復帰したが、やはりゲスト助演が主であった。テレビでは時代劇と並行して現代劇にもわずかに出演していたが、1979年、昭和54年、NHK の文化庁芸術最優秀賞受賞作品、新設への出演を境として、現代劇での老人役が増えていく。1980年のなっちゃんの写真館にはヒロインの祖父役で出演した。1981年、北の国からでは富良野に生きる孤独な老人を演じた。続いて小津安二郎の映画、東京物語のドラマ版リメイクである、新、東京物語、1982年、にも出演、以降多くの現代劇において老人役として人気俳優となった。加えて、撮影現場での生真面目ゆえのユニークなエピソードがタモリやビートたけしらによってテレビやラジオで紹介され、自身もバラエティ番組に進出するなど、タレント業もこなした。1980年代前半にはテレビドラマを主軸とし、老齢ながらも売れっ子といえる活躍をしたが、セリフ覚えに苦労するようになり、老人性痴呆症にかかったと悲観し始め、不眠症にも悩まされるようになる。1985年、昭和60年9月27日、東京都港区の自宅マンション屋上から飛び降り自殺。73歳没。この日の午前8時30分、大友は管理人に鍵をもらって地下の個別の倉庫へ入ったが、様子がおかしいと妻が管理人を呼び、二人がかりで大友を部屋へ連れ戻した。しかし、妻と管理人が大友を病院へ連れて行くかどうか相談している隙をついて部屋を抜け出し、屋上から飛び降りた。部屋には妻と、10月から放送の新番組でレギュラー出演予定だったテレビドラマ、ハーフポケトな俺たち、日本テレビのプロデューサーに宛てた遺書が残されていた。映画、タンポポ、伊丹十三監督が大友の遺作となった。死の前日には大友自ら伊丹に電話をかけ、自分の出番が全て撮影済みであることを確認している。